どうもこんにちは。ファミコミメーターを作るの続きを決めていこうと思います。前回の続きですね。えっ、ー、と、データを読み出す処理を書くところからやっていく形です。はい。前回はデータの、リードデータ、あ,あの、ここか。ここのトゥートゥンところを書いていく形ですね。はい。やっていこうと思います。はい。で、前回間違えたところがあったんで、何個か直しますけど、ピックリマークこれなかったのと、エクスペクテッ ですねはいタイプこんなもんかなはいこんなもんだと思います。はい、ということで、えー、やっていきましょう。えー、っとこれがこれがトゥードゥーだからここですね。でインターナルデータバフっていうのを作るんでここにインターナルるデータバフというのを作って。 U8 で置いておくとここがデータの置き場所になるということですね。はい、NESPPU の方のリードデータの方ですけど、リードデータの方はインクした後に、まあ、ここの間だったらば、えーと、キャラロムから読むんで、ここを作りますとで。レッドのリザルトがあり、セルフのイン,インターナルデータバフ、えー、とそうですね。あの戻すのは、 すでにあるデータを戻すんで、まあこれを戻すと。で、ここに、えー、読み込むっていうのを後でやると。キャラロームの、これは仕様なんでね、どうしようもないというか、えっ、ー、と、あそのままデータ返せんじゃんっていう感じなんですけど、これは仕様なんで、リーザルトを返すという形です。はい。はい、これが、えー えとキャララムから読む場合で、すねでラムから読むっていうのもあるんで、えー、とここの範囲のときはラムから読むということで、レッドのリザルトがあり、セルフのインターナルデータバフを読み込む、セルフのインターナルデータバフには、セルフの、あ、V ラムか。V ラム、あ、V ラムね。セルフのミラー、あれ、ミラーなんとかってないよね。 これを作るやつですね。多分ね。v r a m アドレスのアドレスをもらい、アズ、U サイズを返すということをやりますよ。デーっリザルトを最終返すとリ。リザルトを最終返すということになりますということですね。はい。で、PP メモリへの書き込みも同様の方法で実装できますが、ん うんえー、0x2007 への書き込みもアドレスレジスターをインクリメントすることを忘れないでくださいというふうに書いてあるんですが、えー、これはまあやんなきゃいけない時が来るでしょうやんなきゃいけなかったらねミラーリングいきます、はいえー、とカバーされていないことの一つはミラーブイラムアドレスの実装ですねこれがまだないと、はい、でこれを実装するということでねはいねここで NESDEV ウィッキがこのトピックの優れたカバレッジを提供しています。ミラーリング。はい、一応拾いておくか。えっ、ー、とね、ネスデブウィッキーはね、なかなかに難しいんで。わかるかなっていう感じなんですけど、まあ、これがまあ参考資料ですね。で、ブイラムミラーリングはネスがビューポートのスクロールを実装する方法と見せび、見せずに見結びついています。 これについてはスクロールに関する章で十分に説明します。今のところミラーリングの動作をコーディングするだけです。NES は1キロビ一キビバイトの V ラムを使用して単一画面の、単一の画面状態を表します。だから1画面、あの端から端までが1キロビ一キビバイトに収まっているということですね。で、2キビバイト V ラムがあるんで、2画面分あるということになっていると。で、えー、PPU メモリーマップでは、 0x2000 から 3f00 の範囲がネ、ネーマー、ネームテーブルズ用に予約する。あ、3f00?3f00?3f00? あ、ここまでか。うん。なんだろうね。えっ、ー、と、までが、えー、なんだっけえっ、ー、と。 えー、4キビバイトのアドレス空間んえか2つの追加画面を既存の画面にマップする必要がありますそれらがマッピングされる方法はゲームで指定されたミラーリング種類によって異なります INS ファイルにはヘッダーにこの情報がありますえっ、ー、とゼロゼロからゼロゼロ v r a m の00から800まで だから V ラムがこうあってあこれが2キビバイトあるからえー、っと八ゼロゼロゼロっちゅうのがちょっと待ってよ一応確認するか軽くえー、っとこれでなんだこれプログラマーにしてはいえー、っと八ゼロゼロっていうのが、えー、受信だと二千四十八だからはいはいはいそうだねはいえー、っと千二十四までが えー、A, A, の A の画面 <laughs> 1画面目っていうかねで、えー、1024から2048までのとこが1024じゃ1025かまあいいや、えー、だ大した記事違いじゃないか B 画面になっているということですよねでえっ、ー、とホリゾンタルミラーリングとバーティカルミラーリングがあって、えー、と上下か左右っていう形に なるとでそれぞれ横横というかえっ、ー、と2 8 2 8 0 0 2ロ二四ゼ4 0 0に A の同じやつがあって2800の 2C00 のところに B があるみたいなことがなってるんでこのここに同じ情報があるっていうふうにうまいことやってあげないといけないよとミラーリングをまた設定するみたいなことですね。で例えば水平ミラーリングの場合はあ書いてあるかアドレス空間2 0 0ロから2400および えー、2400から2800。えー、っと、に、水平ミラーリン、こっちの場合ですね。2000から2400、ここですね。で、2800、あ、2400、2800、ここですね。これがここで、こっちがここですね。は、えー、っと、VLAM の初期、最初の1キロビ、1キビバイトにマップする必要があると。だから、こことここは、こことここは同じとこと。で、アドレス空間の 2ロ0 0ここですね。この領域と 2C00 までだから、ここ、ね、で。2C00 から 3F00 って、ここの領域のとこは、えー、と2番目の 1KBY と、ここの、ここにマップする必要があると。これを成分化する一つの方法として、えー、こうなってますということなんで、これをまあ、写経すればいいかということですね。はい、やりましょう。はい。えー、っと、FN リード、まあ、ここでいいか。p u b f n で。 ミラーブイラムアドレスがあって、アンドセルフの、えっ、ー、と、アドレスをもらって U8 を変え、あ、U16 か。U16 をもらって U16 を返すというやつです。ッドで、ミラードイラム。ド VED、イラム。 がありアドレスに 0B1011111111 <laughs>、えー、かなこれはちょっと怖いからこれは怖いんで、えー、0B ね B こうして貼り付けて合ってるかを確認します。 あ全然当てないわ <laughs>、ね、えー、っと111ねえっとこうでこうでこうですねはいこれがえー、っとミラーしなきゃいけない V ラムになっているということですねでレッドの V ラムインデックスがミラードミラード V ラム引く 0x にになるるとと VRAM ベクターに変わるとミラード V ラムはアドレスのアドレスの上位の4バイトをなんか削るみたいなことをやってでそれでミラード V ラムアドレスをちょっと変えた後に2000を引くということをするとま多、あ、少小さくなるということですね小さくなるというか、まあ、この辺の領域こ,ここの ゼゼロロから八八百くらいまでに収まる数になるということだと思われるはいああそうだビットフラグズ入れなきゃいけなかったちょっと後でやりますはいえっ、ー、とこれをこれを書いちゃおうはいでレッドのえっ、ー、とネームテーブルがあり V ラムインデックスをえっ、ー、とゼ0 x ロゼロで割ると ラムインデックスを割ると。で、ネームテーブルになると。で、マッチでセルフのミラーリングミラーリングとネームテーブルをマッチをかけると。で、ミラーリングのバーティカルと2だった場合もしくは ミラーリングのバーティカルで3だった場合は、えっと、V ラムインデックスマイナス 0x800 というのを返せばいいよと。で、えっ、ー、と、ミラーリングホリゾンタルで2だった場合は、V ラム、あ、ちょっとね、 理解しながらやるのが難しいね。はい。まあ、ここ上に書いてあったあの,あの図式をそのままコードに落としてることだと思うんですけど、理解はしてないです。VLAM <laughs> イ,インデックス -0x400。ホリゾンタルだったら無条件でいいんじゃないか、これあ、そうじゃないか。ミラーリ,ミラーリングの ホリゾンタルの3番だったら V ラムインデックス引く 0x800 を引く必要がありますよでそれ以外だったらそのまま V ラムインデックスを返せばいいということですねはいよろしいじゃないでしょうかはいはい まあ理解は後でしようはい。でえっ、ー、とねそうだそうだうーとここで使ってるえっ、ー、とあビットフラグスってやつはえっ、ー、とビットフラグスねカーゴにあるんでこれねはいまあこれなんでビットフラグスをカーゴアットアットでビットフラグスを追加します。 でユーズでビットフラグスビットフラグスっていうのをやると、まあ、使えるようになるらしいんでユ、はいえーズを追加しておきましょう上の方がいいかなはいちょっと時間かかってるけどまあ置いときましょうかはいまあこんな感じでビットフラグスを入れておきますはいでえっ、ー、と PPU バスに接続するというところもやっちゃいましょう えっと、最初のステップは PPU をバスに接続することですってことで、PPU の中だけで作ってたのは、このバスの方に突っ込むということですね。はい。えっ、ー、と、ユーズのクレートの、えっ、ー、と、PPU かな。PPU。あ、NESPPU か。NESPPU なんだが、これ PPU を、 えとメインの方に呼んでおかないとダメだねの PPU 追加するのを忘れないようにしないとこっちも確か有効にならないんではいこんな感じですはいで PPU をバスに追加するとえっ、ー、とプログラムになってんなこれなんか全然違うけどまあいいか PPU の NESPPU ということにしておきましょう はい、ちょっと違いがありますけど無視します。はい。で、バスの方で、ニューのとこが間違えてる間違えてるかおかしくなってるんで、えー、とここを直すと。で、CP、えー、ここで、レッドの TPU を作る、NESTPU の new を呼び出して、えっ、ー、と、ROM のキャラ ROM をもらい、ROM のスクリーンミラーリング。 をもらいつつ PPU を作り、はいえー、PPU をここにやるとあプログラム ROM ムしか見なくていいからプログラム ROM ムだけ渡すようにしたんだはあなるほどこれバスロムねちょっと待ってよちょっと後にしましょうかねはいあでこれで終わりとえっ、ー、と 待てよこ,のこのロムをどこまで参照してんのかっていうことかあプログロムしか見てないかプログロムしか見てないか見てないねはいえー、っと直しましょう一緒になんかこれないから追加したんだっけかな PRG ロムとというのにしてこっちが何だっけプログロムはベックの U8 か スペックの u 8型ということになっておりえー、っとプログラロムは ROM のプログラムねはい PRG-ROM は ROM の PRG-ROM だけもらうということになりつつえー、っとロムは直接あプログラムに直接参照できるようになってんでこれでいいとはいよろしい OK。あ、たたたたたたた。はい。ということで、バスに接続しました。で、そしてこれまでに実装したレジスタのメモリーマッピングを提供します。ということで、えっ、ー、と、バスのメモリードを変えるということですね。ここか。はい。えっ、ー、と、メモリードを変えていきましょう。えー、っと、CPUV ラム、お、ここか。はい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 。 ラムミラードで PPU レジスターがあってプログラムの間か PPU レジスターがちょっと待ってよ PPU レジスター2000だからあ PPU レジスターのとこがなくなるのかこれがなくなってそうだよね PPU レジスターがそもそもその領域だから2000から 3FFF だから ここの領域がなくなり、ここにこれが入るということですね。で、えー、っと、0 x 2ロ0 x か0 x か 0x2001 か 0x2003 か 0x2005 か 0x2006 か 0x2006 か x の4、4、ゼ0 1 4だった場合は、パニックを起こしましょうと。そうなんだ。アテンプト、トゥーリード。ああ、読めないよってことか。ライト、オンリー、PP、アドレスと。いうことで、はい、アドレスを。 出すとお文字の方がいいから X にしちゃえはいこうですと OK で 0X2007 の場合はセルフの PPU のリードデータをやるとはいはいはいリードデータを呼べばいいとおおおおおリードデータプライベートだって リードデータがプライベートでしたよと。えー、っと、あ、なんかエラー出てんな。めっちゃエラー出てんぞ。リードデータはパブをつけて、プライベートじゃなくします。で、インターナルデータバフは、えー、っと、キャラロムパレットなんちゃらかんちゃら。なんかめっちゃエラー出てんな。あ、これか。はい。えー、っあ、そっかそっか。ここ全然追加してないからか。 まあまあまあ、あで直そう。はい。えっ、ー、と、リードデータを長呼びますよ。はい。ゼロエックスの二ゼロゼロ八の時は、リードは作りたいね。八からか。八から、それ以上か。ppu の、えっ、ー、と、レジスター、ミラーエンドまでは、えっ、ー、と、特段なん、なレッドのミラーダウン、 アドレスというのを取ると、アドレスに、ここでやるんだ。あーっと 0P0010000 の 000. 000000111。あ、合ってる <laughs> これ怖いね。あ、これはこうしてこうか。あ、多かった。 はい。<laughs> こうですね。はい。ちゅうことで、えっ、ー、と、な、なんか、何かの <laughs> マスクをしてメモリーリードをすると。セルフのメモリード。で、えっ、ー、と、ミラーダウンアドレスというので、メモリードをしましょうということになっているらしい。はい。で、えっ、ー、と、プログラムが、 8000だから、これが、えっ、ー、と、リードプログラムで合ってるね。で、それ以外は、イグノアアクセスですよ、ということになるんで、これがいらなくなると。はい。で、これでリード OK ですね。できましたね。で、ライトの方もやるんですけど、長くなりそうなので、ライトの方の、ライトの方の写経と、PPU の方のこのバグっとりをやりましょう。これね、先に、 あのメインの方に modppu って書いておかないとえっ、ー、となんだっけあの即時チェックというかあの事前にコンパイルみたいな <laughs> エラーを出すようになってくんないのでこの vs コードはね先に書いておくべきでしたね。はい、ということで今回は以上次回お楽しみにチャンネル登録高評価お願いします。では